そして、今日後半ではですね、ちょっとワークみたいなのをさせていただきます。でそれはですね、私、23の時にですね、人生が好転したんですね。23歳まで あんまり良くない人生を送ってたんですけれども、どちらかというとマイナスの人生ですね。で、ですから23の時から人生が好転した、誰もが知ってる、皆さんこのようにですね、勉強されている方は知っているようなことなんですけれども、でもやっている人は本当の 3% か 5% の人しかやってないようなことをご紹介しますので、それをですね、実際この場でやるということですね。なんでこの場でやるかというと、家に帰ってやってくださいって言ってやった人は私見たことないです。だからこの場でやると、家に帰ってやらないですから、この場で短時間でもペンを持って書き出すということが大事ですから、この場でやるということですね。で、どういうふうにやるかというと、このやり方は全部ここで、知ってるよということもあるかもわからないですけど、全部公開します。